はい、今回はアイアンなんですけども、まあ、私が選手に、指導する際にすごく大事にしていることはやっぱり地べたにあるボールをやっぱり下からしゃくって打たないことなんですね。上げたい気持ちも分かりますけども、やっぱりしっかりと軸を立てて平行に体を出していくと、この本当にこの縦の軸と横の軸、これを大事にしながらスイング、左右対称のなるべくスイングを回転運動で打つという練習を心がけて指導しています。一番大事なのは打点です。打点、もうやっぱり本当このアイアンでスコアラインの2本目ぐらいでしっかり捉える、そして捉えたスコアライン2本目でしっかり押し込める、まずそれは立ち方から始まります。立ち方で、姿勢よく、下半身を重心をしっかりと、重心の重心はほぼセンターですね。で、膝の高さ、腰の高さ、ここがやっぱり地面としっかりと合わないと、この上下動がどうしても生まれてしまいます。例えば膝が落ちすぎると地面近すぎてやっぱりダフるし、これが伸びると上下動をしたくないので、ほぼ上下動はしないようなイメージを持ってますので、構えた時にこの芯とへその高さと膝の高さ、これが3点がしっかりと整ったようなアドレス、スコアライン2本目でしっかりと捉えたボールを長くボールを乗せてレベル運動をするということを大事にしています。それがまああのレベルの練習なんですけども、コースに行くとレベルのその傾斜というのはほぼないです。いろんな複合がこう入ってますので、その時はやっぱり傾斜なりにまずレベルスイングを覚えたら、次は今度は傾斜なりのレベルスイングを心がけます。それは練習場ではなかなかできないんですけども、まあ選手たちもなるべくこう工夫をして、いろんな傾斜の立ち方によってスイング軌道を変えるということです。まあ、コースほど、傾斜、ね、しっかりできないんですけども、右足を高くしてちょっと左足下がりのように、練習場で自分でセッティング作り、マット2枚もしくはこの人工マットの下にバスタオルなどを引いて自分の高さを変えます。そうするとちょっと目線はこうなります。傾斜に立つと、そうすると自分の重心というのは常にこう平行の時は下にある、自分の体のこの軸の下に重心があるんですけども、こういうふうに立つとちょっと左に重心は乗ってきます。ここで回転するということですね。普通の時はセンター、ここ左足下がりであればちょっとこうなる分ちょっと左足寄りということは、ボールはよくあのアマチュアの方で左足下がりダフりたくないのでボールを右に置くっていう人いるんですけども、右に置くとボールがほぼ上がりません。逆に右に置いたことによって上げようとしてしまう、じゃなく左足下がりボールは普段より右じゃなくて1個左2個左に置いて軸をちょっと左に傾斜なりに立つと重心が左に行くので、そこの前にボールを置いてそのボールに対してしっかりとレベルに出していく感じです。はい、左足上がりですけども、左足上がりは逆に、球は自然と上がってくれます。なぜならば左足が高い分ロフトがちょっとついて構えるので、基本的には傾斜地というのはあんまりあの下半身をぶらさずにコンパクトに、打つと。左足上がりで、2つ打ち方が存在すると思うんですけども、傾斜なりにまず立って後ろ足にしっかりと残した状態でクラブをさばく打ち方、もしくはこういった場合はボールはまあ自然と高く上がります。距離は出ません。だけど傾斜にしっかりと自分の体重をぶつけていってちょっと前にやる、左足上がりですけども傾斜にしっかりと乗っていきながら、自分の本来の距離まで運ぶのか、後ろで回ってちょっと距離を落としてコントロールするのか、この2つです。
左足上がりは基本ターゲットに対してまっすぐにこう体重を入れてやること。やっちゃいけないのはちょっと右が低い分やっぱりちょっとこう下から入りやすい、振り遅れやすい、ちょっと右に抜けやすいので、できたらまっすぐにクラブを入れてやることが大事です。つま先上がりで一番ミスを起こしやすい原因はダフリです。なぜかというと、つま先が上がってボールの位置は普段よりも高いです。その時に地面にあるボールよりも本当に傾斜通りに自分にボールが近づくんですよね。だからこの持つ位置が非常に大事です。だからつま先上がりでほとんどの方はダフリのミスをします。下をくぐってしまうんです。つま先上がりで少しトップを打つような感覚でちょっと近く立ってクラブを短く持って地面ボールと自分の距離感をうまく掴むことです。こんだけ前上がりなのに長く持っていると打ちに行った時にボールの下にヘッドが潜ってしまいますので、少し短く持ってボールと自分のこの距離の感覚を短く持ってボールをクリーンヒットできる姿勢を作ることですね。つま先上がりでもすごくフックが出たりヘッドがボールの下に入り込んで飛ばないボールが出たりっていうミスを防げます。前下がりですけども、前下がりも基本的には重心がもう本当に指先の方にほとんどかかる状態になります。なので10本の指をしっかりと地面につけて、スイングするのですが、普段平らな位置に立っている時ほどお尻が後ろに引けたり股関節がグッてこうやって入れたりとかいうこの動作がほぼできないので、基本的には前重心になりますので、この前のももこのここら辺でやっぱりバランスを取ることになってきますので、あんまりこういう動きって出てこないので、しっかりとこの辺を膝からこの前ももを安定させて、重心はもう本当に指にかかっている状態、この中でスイングするんですけども、まあ本当に前下がりもしくは左足下がりっていうのはゴルフの傾斜の中で一番難しいんですけども、何かといったらボールが自分より遠くにあるんですね。前上がりは近くにある、前下がりっていうのはボールが自分の遠くにあるので、そのボールに対して届かないケースが多いんですね。しっかりとだから指の方にしっかりと踏ん張りを入れて前傾が起きずに、どちらかというと少しフェードボールを打つようなイメージで回っていくような感じですね。これが普通通りの軸通り打つとほぼボールに届かずトップします。なのでしっかりと前のめりにちょっとなるような感覚を大事に、前傾姿勢、股関節のこれが起き上がったりしないように、この深みを残したまんまターンしていく。前下がりでほぼドローボールっていうのは意識しない方がいいと思います。ストレートよりちょっとフェード目をイメージしてうまく傾斜なりに打ってほしいと思います。基本的にはつま先下がりはどちらかというとボールの出玉は左がいいです。右に出るとほぼ返ってきませんし、右から右へ飛んでいきます。なのでしっかりと体幹を緩めずに少し左へ引っ張り込むような形で前傾姿勢が残れると思っておいてほしいですね。はい、ゴルフネット TV をご覧の皆さん、今回は、傾斜なりに、打つ、傾斜なりにスイングするということを、テーマにレッスンしたのですけども、練習場ではなかなか傾斜がありません。こういったマットを前下がり、前上がり、左足上がり、左下がりを作って、コントロールしてほしいのは自分の軸です。軸と重心位置、必ず傾斜なりに立つと重心の位置が変わってきます。前下がりなら前、後ろなら後ろとなってきますので、前後左右そして上下動、この6個の重心位置を自分でちっちゃくコントロールすることが非常に大事です。そうすることによって傾斜にしっかりとミートしていくことができますので、自分の左右の重心、前後の重心、そして上下動の重心をなるべく少なくして
うまく傾斜を克服してほしいと思います。